1964年に東京オリンピックの開会式が行われたことから体育の日が制定された。スポーツの日は日本の国民の祝日の一つである。日本の祝日では初めての英語由来のカタカナの名称である。2019年までは体育の日という名称であった。日本の移動祝日の中では1年のうち最後の祝日である。 1966年に体育の日として制定され、制定当初から1999年までは10月10日、2000年以降は10月の第2月曜日とされていた。2018年6月20日に国民の祝日に関する法律が改正され、2020年1月1日に施行されたことで体育の日がスポーツの日に変更となった。 同法で、スポーツの日の趣旨は、スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う、とされている。1961年に交付されたスポーツ、振興法では、10月の第1土曜日を、スポーツの日に制定していた。1964年に東京オリンピックの開会式が行われた10月10日を、1966年に、 体育の日に定め国民の祝日とした。これに伴い、スポーツ振興法で定めたスポーツの日は、体育の日に改められた。最初の体育の日である1966年10月10日は、月曜日だった。2000年から国民の祝日に関する法律の一部を改正する、法律によって、ハッピーマンデー制度が適用され、体育の日は10月の第2月曜日となった。 超党派の国会議員で作るスポーツ議員連盟により2016年に体育の日をスポーツの日に変更する検討が始められ2017年には改正法案の国会提出が準備されたスポーツは体育より広い意味を持ち自発的に楽しむことを願意することが変更の理由とされる2018年6月13日に改正祝日法が 参議院本会議で可決、成立し、2020年1月1日付で、体育の日は、スポーツの日へと改められることが決定した。また、その趣旨も、体育の日の、スポーツに親しみ、健康な心身を培うから、スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願うに、改められた。また、スポーツの日は、 史上初めてカタカナを使った祝日で、英語の名称による祝日である。体育をスポーツに改める動きは、スポーツの日に限ったものではなく、2018年4月1日には、日本体育協会が、日本スポーツ協会に名称を変更している。また、改正祝日法と同日に可決、成立した改正スポーツ基本法では、国民体育大会を2023年から、 国民スポーツ大会に解消することが定められている。なお、東京五輪パラリンピック特措法により2020年に限りスポーツの日は東京オリンピックの開会式の当初の予定日だった7月24日に変更された。海の日も同特措法により7月23日に変更されたため続く土曜日、日曜日を含め4連休となった。なお、東京オリンピックは その後新型コロナウイルス感染拡大のため翌年に延期されたが、これによる2020年の祝日の再変更はされず、そのまま実施された。2021年は、令和3年東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会特別措置法により、1年延期された東京オリンピックの開会式の予定日の7月23日に、この年に限り変更された。 海の日も同様に移動されたため、前年に引き続き土曜日、日曜日を含め4連休となった。2020年2021年とも4連休となるため、夏のシルバーウィークとしても用いられている。ありがとうございます。